2022年買ってよかったものランキング、どうも亀ちゃん大好きセンターテイルです。2022年も気づいたら12月になってまして、本当にあっという間でしたね。そこで今回は今年買ってよかったものをランキング形式で発表させていただきたいと思います。このチャンネルは今年の5月から始まったんですが、それからいろんな飼育用品を開封してきました。その中にはめっちゃいいものもあれば、ちょっと使えないなーってのもあったりしまして、今回はその中のベスト5を選んできました。注意点としましては、あくまで僕が今年新たに買ったものの中で選んでいます。なので特に今年の新商品とかってわけじゃなくて、昔からあるけど僕が今年買ったものって感じになってます。だから逆に昔から使ってるロカボーイとか水作エイトみたいな、もうすでに良さを知り尽くしているものも入ってないですね。あとは完全に僕の独断と偏見で選んでるので、個人的な好みも存分に含まれてます。一応その辺をご理解いただいた上で見ていただければと思います。それでは早速ですが、今年買って良かったものランキングに行ってみましょう。第5位、ジェックスサイレントフォース。はい、こちらのジェックスの新しいエアポンプが第5位ですね。新しいと言っても出たのって 2,3 年前ですかね。いい評判は聞いてたんですが、他のエアポンプに比べて若干値段が高かったので買ってなかったです。ですがここ最近初期モデルの 2000S が若干安く売られるようになってきてて、僕が買ったのもこの突出量毎分2リットルの 2000S です。最初に開封したのは種水水槽を立ち上げた時の動画ですね。あの時に買ったやつがすごい良かったので、実は追加でもう一個買ってます。これはエアーポンプって言って、ロカボーイとか水作エイトとか、まあもしくはエアーストーンとか、まあいろんなものに使えるんですが、それにつないで空気を送り込むものですね。こういったエアーポンプは各社から様々なモデルが出てるんですが、基本的にエアーポンプはとにかくうるさいんです。うちでも何台かエアーポンプを常に稼働させてるんですが、常にブーって鳴ってて、まあうるさいですね。そんな中で、こいつは圧倒的に静かです。さらに振動も少なくて、適当に置いておいても振動で落っこちたりしないし、他のものに干渉してブルブル行ったりもしないです。で、僕はこれまでエアポンプの騒音なんかそんな気にしてなかったんですよ。というのも、水槽が増えてくると当然器具も増えてきて、どのみち結局うるさくなるからですね。だからエアポンプが1個静かでも別にあんまり関係なかったんですよね。なんですが、僕は YouTube を始めて動画を撮るようになりました。実はこうして動画を回してる時って、ポンプとかフィルターとか全部止めてるんですよ。一個でも動かしてると、それが騒音になってマイクに入ってしまうからですね。ただ本当はポンプとかって止めない方がいいんですよね。止めちゃうと水の流れが止まって、水槽内の酸素量が減っちゃって、バクテリアが死んじゃう可能性があるからですね。そこでこの静かなポンプであるサイレントフォースが必要になってくるんですよ。こいつは本当に静かなんで、動画を撮ってる時に動かしててもほとんど騒音にならないです。これが本当にいいんですよね。だから僕はエアポンプは全部これに買い替えたいとさえ思ってます。まあ一気にはお金がかかっちゃうので、弱ってきたポンプからこれに買い替えてる最中ですね。それでは他のエアポンプと比べてみましょうか。はい、こんな感じで明らかに静かですね。これからエアポンプを買う人には間違いなくおすすめできる商品だと思います。第4位、コメット亀の消臭砂利超大粒。
うちのチャンネルではたびたび出てきてますね。まあたびたび出てきてるのはいいものだからなんです。初登場はゼオライトの開封動画ですね。僕はこれまで大粒の砂利に関しては舐めてました。ろ過能力は露材の総面積によっておおよそ決まってくるので、石みたいなのを入れても大した効果はないだろうと思っていました。なんですが入れてみると明らかに水質は安定しましたね。うちでは石亀草亀水槽に入れてたんですが、今はろ過が立ち上がっていらなくなったんで取っちゃいました。え、じゃあ使ってないんじゃんって言われるかと思うんですが、そうではなくって、こいつはろ過の立ち上げを爆速でやってくれるんですよ。だからもういらなくなったんですよね。こいつはゼオライトっていうアンモニアを吸着してくれる石なんですが、これの吸着効果と通水性の良さによるバクテリアの定着の速さが相まって、水槽立ち上げ初期からアンモニアをほぼほぼゼロに抑えてくれてました。その間にメインのろ過器にバクテリアが定着して、気づくと立ち上げが完了してるって感じですね。だからおすすめなのは本当に立ち上げ初期ですね。そこから先はそのまま入れててもいいし、メインのろ過器があるならこいつは掃除の邪魔になるんで取っちゃってもいいと思います。サイズ的にも亀には食べられない大きさで誤飲の心配もないですしね。長期的なろ過を見るならやはり総面積の大きい細かい砂利が有利になるんですが、短期的かつ亀の飼育っていうところで言うと、こいつは間違いなく最高のろ過砂利だと思います。弱点を言うとすると、最初洗う時に濁りが取れないですね。なんか納豆菌が含まれてるらしくて、いくら洗ってもちょっとぬめっとした感じがします。なんですが、まあ入れちゃえば1日くらいで濁りも取れて、そこから先は透明度がぐんぐん上がってきますね。似た商品で特選ゼオライトっていうのもあるんですが、コメットの方がコスパがいいし効果も高いと感じました。ろ過の立ち上がりが待てない人はぜひ導入してみてもらいたい一品ですね。第3位、エーハイムコンパクト乳栓。はい、エーハイムの水中ポンプになります。ちょっとこれはい、動画ではストレーナーがつかないぞっていうマイナスな面から入ったんですよね。まあこれは本当にマイナスなんですけども、はい、ただ一応視聴者さんからストレーナーの付け方を教えてもらいまして、うまくやればつけることもできるみたいです。ですがもうストレーナーはどうでもいいです。このポンプはストレーナー云々関係なしに素晴らしいです。何がいいかっていうと、内径19のぶっといホースが付けられること、これにつきますね。僕はこれまでもいくつかポンプは使ってきましたが、内径19のホースは初めてでした。これは使ってから気がついたんですが、ホースは太ければ太いだけいいですね。もちろん流量によってホース径が変わってくるんですが、同じ流量のポンプなら太いホースを取り付けられるポンプを買うべきだと思いました。太いホースの何がいいかっていうと、一つは流量が落ちないことです。例えばこのジェックスのイーロカなんですが、取り付けられるホースは内径12の細いものになります。流量は毎時570リットルで、コンパクト音1000をある程度絞ったくらいの流量になっています。このホースだと1週間でホースが汚れてきて流量が低下します。これは嘘じゃなくて、僕は毎週わざわざこのホースを専用ブラシで洗ってるんですよ。じゃないと流量が落ちてフィルターの勢いが弱くなっちゃうんですね。まあホースを洗ってくださいっていうサインなのかもしれませんが、さすがに1週間で詰まるのはきついって話ですね。その点コンパクト音のホースは太いので、まあ流量が落ちることは一切ありませんね。で、流量が落ちないってことは同時に汚れもつきにくいっていうことになるので、洗う頻度は月1でも全然大丈夫だと思います。本当にこれはね、イーロカのホースを洗ってる時間がもうイライラですよ。イーロカはイーロカで全然使えるんですが、太ホースの良さを知ってしまうともうダメですね。太ホース最高です。あと太ホースのもう一つのいいところは、水はたくさん出るのに流れが緩やかなことですね。これは考えてみるとわかるんですが、同じ量の水を汲み上げるポンプがあったとして、出口が細いのと太いのとじゃ排出される勢いが変わってきますよね。排水が水鉄砲みたいにすごい勢いになっちゃうと、ろ過マットとかも広い範囲で通過してくれないんですよね。
一方で排水口が広くて緩やかに水が出てくるとろ過マットを全体的に使えるようになるし、ろ過自体も緩やかな流れで行うことができるんですね。この面でも太いホースにメリットがありますね。なのでこの太いホースが取り付けられるっていうところで、このコンパクトーン1000は非常に使い勝手のいいポンプになってますね。他にも流量調節がしやすいし見やすいのもいいし、サイズ感もコンパクトなおかげで底面のゴミも拾いやすかったりと、ホース以外の面でも良さが溢れてますね。強いて欲張りな希望を言うと、流量調節の下の範囲を広げてほしいですね。こいつは最大限流量を絞ったとしても、スペックで言うと毎日400リットルとそれなりの流量があります。餌やりの時なんかはいくら流量を絞ったとしても餌は流れていっちゃうので、もうポンプを止めるか、流れる餌を頑張って食べてもらうかになっちゃいますね。餌の時だけ毎日100リットルとかになったらいいんですけどね。まあそんなポンプは存在しないし、まあこれはしょうがないですね。今年は何個かポンプを買いましたが、こいつはぶっちぎりで使い勝手のいいポンプでした。第2位、マレーハコガメ。すいません、生態は反則ですよね。はい、本当申し訳ないんですが、ちょっとそれでもランクインさせていただきました。今年お迎えした生態としては2匹のクサガメとミシシッピニオイガメもいましたね。で、飼ってるカメたちに優劣をつけるつもりは一切ないんですが、ちょっとマレーハコガメに関しては格別に嬉しかったですね。これはずっと前から飼いたかったっていうのもあるし、それなのにこれまでいい答えに出会えなかったっていうのもあって、ちょっと感動がすごかったです。クサガメやミシシッピニオイガメは正直飼いたいなって思ったら 2,3 日探しまくればいい答えに出会えるかと思います。ただマレーハコガメはなかなかレア度も高くて、なかなか出会うのは難しいと思います。それがふといったイベントでのまさかまさかの出会いだったんで、まあちょっとね、僕の浮かれようもすごかったですからね。もちろんクサガメやミシキも全力で飼育してますし、本当同じように可愛がってますよ。将来的な飼育プランなんかもいろいろ考えたりして、今後の成長も楽しみにしています。ただ出会いのインパクトで言うと、マレーちゃんは格別でしたね。ワイルドさんでなかなか慣れなかったマレーちゃんなんですが、最近はだいぶ落ち着いてきて、水槽内でも活発に動く様子が見られるようになってきました。もうね、本当に可愛くってやばいっすね。はい。で、実はこの子まだお名前が決まってないんですね。なかなかいいお名前が思いつかなくてですね、ずっと悩んでるんですよね。僕としてはなんか見た目がかぼちゃみたいだなぁなんて思ってるので、方向性としてはそんな感じかなと思ってます。なのでもし何かいいアイデアというか、こんなお名前はどうですかっていうのがあれば、コメントをお願いしたいと思います。いい候補があればそれにしたいと思いますんで、ちょっとぜひ皆さんのお力をお借りできたらなぁと思うので、コメントよろしくお願いします。お名前募集中です。第1位、テトラナイトレイトマイナス海水リサイクル。はい、1位は脱窒できるテトラの水質調整剤となりました。これは水替えを卒業する方法っていう動画で検証した商品になりますね。あの検証以降常に使い続けています。ろ過の流れとしてアンモニアを分解していくと最後は硝酸塩ってものになるんですが、これが水槽内に溜まるので水替えが必要なんですね。ですがこのナイトレートマイナスを使うことで、この硝酸塩を激減させることができます。できますって簡単に言ってますが、これってめっちゃやばいことなんですよ。この硝酸塩を窒素化して分解することを脱窒と言います。僕はこれまで亀飼育で脱窒なんて不可能だと思ってました。亀の水を汚すスピードだと、もうとても脱窒は間に合わないだろうって思ってたんですね。それが、ただこれを入れただけでできちゃったんですよね。本当に驚きました。詳しくはこの検証動画を見てほしいんですが、通常のろ過と脱窒素のろ過は全然仕組みが違うんですよ。だから無理だろうって思ってたんですが、まさか入れるだけでできちゃうとはね。当初は、はい、効果ありませんでしたっていう動画になる予定だったんですよ。それがまさかまさかで、まあ本当に
僕のこれまでのカメシーグの常識がぶち壊された商品ですね。これのおかげで今後の飼育の幅がめちゃくちゃ広がりました。ただ一方でこれだけに頼るのはまずいってことにも気づかされました。これはあくまで水質的な効果を生むもので雑菌や汚れを取り除くものではないんですね。だから一切水替えや掃除がいらないかっていうとそんなことはなくって、でもそういうところにも改めて気づかせてくれたっていう意味でも僕のカメ飼育の幅を広げてくれたと思ってます。今はジーベン水槽とキスガメ水槽で常に使用してて、意図としては水替えまでの硝酸塩の蓄積を減らすために使ってます。だから水替えをしないために使ってるんじゃなくて、あくまで水替えまでの水質の向上を図ってるっていう感じですね。カメ飼育だと何らかの工夫をしない限りはこの使い方がベストなのかなと思ってます。ちょっとここだけで全てを話すのは長くなりすぎるので、これの検証動画はぜひ見てもらいたいと思います。その上で今年の僕のカメ飼育を総括すると、これに出会って、これに溺れて、これに負けて、これに教わったって感じで、ナイトレートマイナスをどう使うかを考えること自体が亀の水を考えることにつながって、それが亀の健康を考えることにつながりって感じで、もう本当にここから学ぶことは多かったですね。今年買ったものの中では間違いなく良くも悪くも僕の亀飼育に影響を与えたものだと思います。はい、ということで今回は2022年買って良かったものランキングというのを発表させていただきました。いかがでしたでしょうか。まあかなり個人的な好みだったと思うんですけど、はい、まあその辺はね、いつものことでっていうことで、はい、すいませんでした。はい、まあ2022年といってもね、まあ実際は動画投稿を始めて半年ちょいくらいなもんで、まあ本当その期間の間にね、いろんなもん開封してきたななんて改めて思いましたけど、まあその中で良かったのをまあ選んでみたんで、まあ良ければ何かの参考にしていただければと思います。ということで、このチャンネルではこんな感じで、亀の飼育に関して検証や考察というのをやっていますので、良ければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それでは、さようなら。